健太郎、健太郎、健太郎、伊藤健太郎。もう何やってんだよ健太郎。もう何やってんだ。おい伊藤健太郎、何やってんだよ。おいアホ、お前ひき逃げで逮捕されたんだって。なんかカップルが乗ったバイクに接触して、お前なんかそのまま行っちゃったんだって。なんかあのバイク5メートルも吹っ飛んだらしいじゃないか。健太郎、事故ったらすぐその場所で車を止めなきゃダメだって。健太郎、何やってんだよ、何やってんだ健太郎。おい、ひき逃げなんかした俳優、もうドラマとか映画とか出れないぞ。健太郎よ、どうすんだよこれから。健太郎、お笑い芸人はべしゃりが面白いからテレビ出れなくなっても YouTube の道があるけども、俳優なんて演技以外何もできねえし、演技なんて YouTube では役に立たねえんだから、俳優は YouTube 行っても何もできないんだぞ。どうすんだ、キャスティングされてなんぼの、使ってもらってなんぼの俳優が、そんなことやったんじゃもう飯食えねえぞ。健太郎よ、これからの人生マジでお前どうすんだ、終わったぞ健太郎よ。まあしかしな、お前の気持ちもわからんでもない。まあ事故ったら気が動転するのが人間だよ。どうしよう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 って思ってるうちに、まあ、車寄せて止めるタイミングをちょっと見失ったんだよな。だ事故った直後にあたふたしちゃって、まあ逃げるまではわかんないけども、お前なんか途中で戻ったらしいからな。だけど、まあ、その場で急に車止めらんないっていう気持ちも、まあ、わからんでもないよ、人間だからな。でもダメだ、でもダメ、それは止めなきゃダメ。何せ怪我人がいるかもしんないんだから。だから健太郎よ、それは車すぐ止めなきゃダメだ健太郎。これから提案がある。パチンコパチスロ日本代表チャンネルで一緒にパチンコ打たないか健太郎。俳優は YouTube 来てもやることがない、何にもできないって言ったけど、あれは一部嘘だ。パチンコの演者ならできる。パチンコのな演者ってモデル上がりとか芸人崩れとかそんなたくさんいるんだよ。モデル崩れなんてちょっと可愛い素人と同じだよ。要はパチンコライターなんて誰でもできるんだ。だから健太郎、俺がお前を俺のチャンネルで使ってやるよ健太郎。柴田のパチンコパチスロ日本代表チャンネルで一緒に吉宗打たないか健太郎。お前の生き残る道はパチンコしかないぞ。マジでパチンコしかない。だからいろいろ終わったら俺に連絡してきてくれ。俺がお前を救ってやるよ。じゃあ返事待ってるからな。
岸和田でした。